今回紹介するのは「すごい手抜き」「今よりゆるく働いて今より評価される30の仕事術」という本です。完璧を目指すあまり大事なことを見失っていないか考えさせてくれる本。この本の中でも述べられていますが日本文化はそれ自体が完璧主義的なところがあります。それゆえに 多くの日本人には知らず知らずのうちに「完璧主義は良いものだ」という意識がすり込まれているのではないでしょうか。完璧を目指すことはもちろん悪いことではありません。むしろ良い面もたくさんあります。しかし世の中には他の価値観も存在するのです。完璧を目指さない生き方もあるのだということを知りその生き方を実践してみることで視野が広がり 今よりもっと楽なきき方ができるかもしれないこの本は完璧を目指してついつい頑張りすぎてしまう人にそんな新しい可能性を提示してくれます。完璧主義な人はいざとなったら頼りになるものほど犠牲にしてしまっているなど 読んでいてハッとさせられるところがたくさんありました。多くの気づきを与えてくれるとても良い本だと思います。何度も読み返したいと思いました。以上、興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。